まずは小笹を切っていくところ、1コーナーカーブ、5番の門脇翼を抑えましたが、1番の井田明之、さらに抑えていこうという流れ。ジャンマイ2コーナーカーブ、1番の井田明之を抑えました。短期6番の松笠はセンデライン3番手、3者を出して5番の門脇翼は4番手、一方の小笹は後方の6番手になっています。ジャンの4コーナー回って直線です。ジャン前からの抑え先行です。1番の井田昭之最終周回と向かっていく。マーク地元4番の上田博和、3番手には6番の松笠、中段4番手からまくれるかどうか5番の門脇翼、一方7番の小笹隼人は6番手からのまくり勝負。2コーナー回ってその2コーナー6番手からは7番の小笹がまくっていく。バック4番手から5番の門脇も踏んではいきますが、門脇はなかなか伸びていきません。その門脇の内を通っていきます。7番の小笹のまくり、現在は中段のアウトコース、まくり切ることができるかどうか。先頭1番の井田直線コースへ向いていきます。番手から地元4番の上田博和、4番上田が追い込んでのゴール。Thank you.